僕はですね、ぴょこたんっていう名前でですね、こういった漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。いやー、今週もね、忙しかったね。忙しかったつか、まあいろいろね、そのやることが多くてね、忙しかったって感じですけど、まあでも全て僕にとってはね、まあプラスになってるわけですから、遊んでばっかりだとかね、たまに言うバカがいるんですけど、じゃあ君の中の遊びと仕事の分別って何なのっていう、自分が勝手にやりたいこと やってんのかやりたくないことやってんのかの差でしょ。だから遊んでばっかだねって言ってね、僕を見下してるやつはね、悔い改めろって思ってるね。遊びと仕事の境界線なんてなければないほどね、プラいいんだよって思いましたすいません。でも皆さん今この時間に見てるってことはニートとかそういう類の人だと思いますから、まあなんかね、まあ仲間みたいなもんでしょ。今日もね、僕昼間ね、漫画描きながら加瀬ちゃんと横山みどりの配信を見てる、まあちょっとニコニコの話題で申し訳ないんですけど、うん、見ながらコメント打ったりしてたんだけど、特に加瀬ちゃんの方とかね、もうなんていうか、どん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 手に負えない感じになっていく加瀬ちゃんがね、ここフィレンツェにも何回か来たことがある加瀬ちゃんだよ。何回か呼んだら来てくれるんだけど、でも僕がちょっと心に引っかかってるのは、前回忘年会かなんかここで、去年かな、やったのかな、新年会かなんかで、そこで僕は呼んだら、その忘年会か新年会からの帰りにキャバクラのキャッチみたいなのに引っかかって、そのキャバクラで働き出したっていう。そうなるとさ、僕のせいっていうのもちょっとあるじゃん、後ろめたさあるじゃん。僕がきっかけでおかしな人生のターニングポイントに立たせたくないから、ちょっとやめてね、本当に。なんならタバコとかもやめた方がいいと思ってるぐらいのね、僕ってクリーンな側の人間じゃん。いやでも僕のせいじゃないじゃん、それって。別に僕はその時点でもう皆さん、じゃあおしまいでーすって言って、その後どうなるんだよだけどちょっとだけ、今日でも僕がこれ呼んでなければ、あの変なキャッチみたいのに引っかかって、そのキャバクラに働いて、賃金未払いでね、ひどい目にあったりすることもなかったんじゃないかなと思うとさ、そんなね、加瀬ちゃんが昼間にね、腹出し放送してたから、お、どれどれと思って。やっぱり動物園の檻のこっち側から見ていたやつばっかりじゃん、ニコ生主って。まあ野田総理にしたって、よっさんにしたって、できるだけ近づきたくないんだよ、もう。そうするとなんか僕までなんか、もらい事故しちゃうじゃん。うん。こんなまともな人間があいつらと同じフォルダに外から見ると入れられるっていうさ。だからみんなニコ生から去っていってるんじゃないかな。でもね、今日その横山みどりの、あの黒覆面のさ、僕と同い年のあの横山みどりの裁判で、チンゲ裁判で訴えられてね、なんか150万を拘束されたとか言ってる彼の配信も見てたけど、面白かったんだよな。なんか立川の市議会議員として立候補するんだって。で、あの NHK のさ、撲滅する会のなんか政党のトップの立花隆っていう人がいるじゃん。あの人と一緒に、あの人にそそのかされて、横山くんはね、立川の市議会議員に立候補すれば絶対受かるからって言って、私が保証するとか言って、全部お金ももし受からなかったら、あの出してあげるとか言ってね、ペラ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 、だから私の政党からね、立候補しなよって言って、立川から結局立候補することになったのかな、あれ。ただ当選するわけないだろうって言ってる人もいるけど、いや僕はね、当選するような気がするね、やればね、ちゃんとやれば。ただ当選した後大変なことになるよ、またよ、バカだから。結局その陳謝裁判もさ、口は災いのもとでしょ、口にが災いで、であんまりその起点が効かないから、立花さんはね、これ爆弾掴んだことになるよ。まあそれ知ってて、もちろん言ってるのはわかるけどさ、まあ僕みたいなね、頭脳が切れる人だったら、でもそういう人ってさ、市議会議員なんてやらないじゃん。一応あの人が葛飾区議会議員の明細見せてたの、それがね、月に60万で、出勤は2時間で、議会に月に6回しか出てないのに、60万ですって言ってた。すごいよね。いや確かにそれはそそられるけど、まあ今市議会議員、区議会議員やってるやつらの、まあはっきり言って 80% はそんなやつらばっかりだから、あいつらはその銭逃げ場だったりとかねっていうのばっかりなんですよ、うん、だから僕もやろうかなとは思うけど、最終手段でしょやるのは。もう横山みどり今最後だからさ、いい仕事だよね。だって月のさ、実質のそのまあ議会に出るっていう労働時間、それ以外のところでももちろんなんかいろいろ調べ物だったりとかはするかもしんないけど、そんなの別にネットサーフィンとかだっていいわけでしょ。あとはあちこちに良い顔しないといけないから、一応まあめんどくさい社会の目をね、さらされてちょっとでもなんか不祥事を起こすとガーンってやられるっていうね、リスクもあるけど、でもあの人ね、 YouTube でデタラメやってんだよ、その立花隆って人。
NHK、 そうそう NHK をぶっ潰すとか、もうそんなこと言っていいのっていうのも結構言ってる危ういところだから、まああの人と組むのって結構ベストパートナーだと思うわけよ。うん、だってニコニコ生放送で似たようなくだらんことやって、ただちょっと頭脳が足りないのが横山みどりだから、まあ、あの人の入れ知恵でマリオネットとしてね、傀儡として動き続けて月にね 50万のお小遣いをもらうっていうんだったら、オープンレックとかでクソ配信やってるよりはよっぽどいいと思うんだよね。立川市議そこでさ、市民にさ、あいつを下ろせみたいに糾弾されて落ちても、それはそれでネタとして面白いじゃん。ウォッチ対象としては僕はね、ぜひね立候補してほしいわ。で彼がうまくいったら、じゃあ僕もね NHK 撲滅する会から、荒川区議会議員にね、あの立候補させてもらって、で月5回だけ出勤して60万もらいたいから、まずはその実験台というかさ、温泉とかにね落っことして、あったかくて気持ちよければ僕も入るよっていう。死にそうになったらね、今のところは別にそんなのやりたくねえからやんないけど、みんなやればいいじゃん。もうみんなで、だから僕が YouTuber にみんなを引き連れて行ったのと同じで、その桃源郷がそこにあるんだったらさ、みんなで乗り込んで、で23区さ、全員この配信者で固めれば、なんかもしかしたらすごいことになるんじゃないの。じゃあ野田通りあそこ行って、じゃあよっさんは、まあもうちょっと死んじゃうかもしれないけど、よっさん寿命短いけど、まあとりあえず茨城県の方から来てよ、うん、各地域にね、そう武将みたいな感じで立てていけばさ、面白いんじゃない。もうそういう時代なんだよ。確かにあのね、だから立花さんっていうのはね、まあ近づきたくはないけど、ウォッチ対象としては面白いなと思ってね、 YouTube チャンネル登録しちゃったし今日。でもそうなんだよね、千代田区に深見とかさ、ガジェット通信の社長のね、深見栄一郎こと深見とかが立候補してね、ずらかぶって立候補したけど結局落ちたから、うん、まあでもリスクないんだったらいいんじゃない。深見は金払ったとは思うけど、だってさ、有権者が、彼が言ってたけど、立川は有権者が14万人いて1000票入ればいいんだってよ。14万の有権者の中の1000票なんてさ、すごい低いあれだよ、余裕じゃない。余裕ってほど余裕ではないけど、もちろん大変は大変だけど、でも何かしら頑張ればいける、届かない距離ではない。荒川区だってね、確かね有権者何人か忘れたけど2000票なんだよね。で船橋市は46万人の有権者がいて2000票だって。つまり70何人立候補して50何人が受かる世界なんだよ、区議会議員、市議会議員。うん、だって むしろそんなのやるの物好きだからさ、物好きか銭ゲバだから、区議会議員、市議会議員狙ってる人は。本当の成人、僕みたいな世の中のことを考えてる人ってやらないんだよね。そこから何を世の中動かせるかって言ったら動かせないわけ、そこまで。ただちょっとチヤホヤされたい、地域に貢献したい、まあ、PTA とかもそうじゃん。あ、ちょっとでもそれ言うと PTA 会長をディスってるみたいになるから嫌だけど、まあ町内会の会長とかさ、そういうののちょっと羽がついたみたいなところじゃん。まあ僕はそういうね、そもそも組織に属するのが嫌だから、だからこうやってできる限り、そうじゃないと自分の自由にできないんですよ。自分の自由な発言ができないんだよね。まあ区議会議員っていうのが一個乗っちゃうと、それを攻撃してくるね、ゲス野郎がいるわけ。例えばじゃあ組織に僕が属した上でふざけんなって今日みたいになんか発言するわけじゃん。そうするとその組織の方に、例えば僕がそれでまあ吉本興業に所属してたら、吉本の方に興業を入れるね、ゲス野郎、こういうことやるやつは基本的にゲスなんですけど、そっち、そういうやつがいるわけ。僕がセブン、近所のセブンイレブンでね、くじ引いて外ればっかりだったら、セブンイレブンの本社にさ苦情のメールを出すって。まあこれは僕もゲス野郎だけど、これはまあ世直しの一環として、でも基本的にそういうことやるやつはクズです。だからそういうことやられたくないから僕はこうやってフリーダムな状態でね、いるわけ。なんなら今だから言うけどさ、株主総会で出会った橋本和夫ってやついるでしょ。特殊株主で、いつも最前列で、いぎありとか言ってギャーって言ってわめいてね、逮捕されちゃう。あのジジイは、僕を漫画界から消し去るとか言って、僕が連載してる先に、くだらん突をしたんですよ。そういうね、姑息なことするやつ嫌いなんですよ。周りに迷惑をかけようとするっていう。だからね、そういうやつは僕遮断するから、ガシャンと、うん、遮断しつつ、まああんまりにもエスカレートしたら制裁を食らわすからねっていうスタンスですから、まあそれもそれでね、まあよしとするしかないんだけどさ、まあ自分はそういうリスクを負ってやってるわけだから、だけどできるだけね、まあでも別に関係ないから、僕が連載させていただいてる出版社、まあ例えば、まあ、こんなところで出したこれこんなところで出すの良くないけど、
ちゃんとね、こうやってお仕事をしてるわけで、僕のことをちゃんと見ても認めてくれて、こうやって載せさせてくれてるだけだから、ありがたいことですよね。こちらね、おはスタ少年ね、2ページ、まだ2ページ。そんなことがあってもさ、そんな嫌なことがあってもこうやって続けさせてくれてるっていう、どんだけ器のでかいね、雑誌なんだよ、これは。2ページ。おはスタ少年。あと、どんだけ僕が偉いんだよ、ちゃんと続けて。ほら、おはスタ少年やってるから。そしてこちらね、ニュースがわかる。これは受験に役立つ、チバニアンのニュースに学ぶ。うん。チバニアンって何？チバニアンって何よ。まあいいや、ニュースがわかる。これもね、子供たちのために僕はさ、いいことがあったらいいなと思って、こうやって、学ぶとおかんっていう漫画も書いてますし、うん。ね。しっかりとこういうね、活動もしつつ、こうやって YouTube でね、皆さんのことを思ってね、わめきつつ、偉いでしょ。そうして考えると。やっぱりそこらのクズとは違う、一線をこう、隠すさ、存在だなっていうのが気づくよね。漫画家の肩書きをね、維持しつつ、あと、ちょっと今、更新がね、ちょっと僕の不徳の致すところでね、更新が止まってますけど、一応概要欄とかにも載せてるようにね、テム店長のカードショップのところでも自由にね、漫画レポート4ページね、もう再開するから、さすがに。ちょっとね、年末年始ね、まあ、韓国行ったあたりから、もう思った以上にね、こう、イレギュラーなことが舞い込んできて、ありがたい。やりたいことが山ほどあるから。もう全部順番、LINE スタンプだって作りたいんだよ、このボルドーっていう人が言ってるように。LINE スタンプも作りたい。T シャツも新しいの作りたいし。あと、T シャツラブサミットは5月3日と4日にあります。今回は町会議とね、日程が被ってない。T シャツラブサミットは5月3日4日にあるんで、そこでもなんかやりたいし。あと、ウェブショップもやろうと思ってて、去年の5月から言ってんだよ、ウェブショップやろうと。うん。だけどまだやられてないし、興味の対象が、やっぱ最近だと、もう、このイレギュラーの一番でかいのが仮想通貨なんだよ。僕、仮想通貨にここでぶち込むことで、生涯ね、左内輪で暮らせる可能性も出てくるわけよ、こうなると。だったら今ここにぶち込む、この3ヶ月は仮想通貨に、その勉強の時間に当てようっていうのは、人生で80年で見たときに、正しいさ、選択だと思わない？君たちそういう考え方ってできないでしょ？僕は常に余力を残して生きてるけど、その余力を、その時その時でどこにぶち込むかが、結構ね、ほんとね、柔軟に考えてんの。いや、去年の8月ぐらいからは、ちょっと仮想通貨集中したいなと思うじゃん。だってそれによって100倍とか1000倍っていう世界が見えてくるわけ。しっかりと勉強すれば。うん。だからやったんだよ。今やってんの。で、結論が出たのは、バッカスだから。これ大丈夫かな？でも、僕の結論は、まあ、バッカスでいいかなって思ってんだけど、アバカスとバッカスね。でも、ちょっとそれも、これ、ゼロになる可能性あるなっていうのもね、あんだよね。でももうしょうがない。決めちゃったんだから。うん。誰も知らないね。誰も買えない、そのトークンを僕は握りしめたまんま、朽ち果てていく可能性もあるし、それがドカーンと来たらドカーンじゃん、もうって思ってるわけです。もうね、値動きとか全く見てない。もういいの。信じたら1年気絶しろっていうのがね、攻略法だね。今の値動き、ちょっとした値動きでさ、大暴落来ました、もう資産が3分の1になっちゃったよって言ってるタイガークラウチみたいなね、その底辺の低所得者の自分の生活費を仮想通貨にぶち込んでる、ああいうやつらはもう、そのどんな相場が来たって絶対に破滅するの、ああいうやつらは。まあ生活費とかぶち込むもんじゃないから、もともと余裕資金をぶち込んでゼロになってもいいけど、できれば増えろって思いながら寝てればいいんだよ、見ないで。うん。僕はもうそういうスタンスだから。任天堂株だってさ、今日一応朝方に空売りしたけど、本当ね、その空売り放置しとけばよかったけど、僕空売りっていうの怖くて放置できないの。だからちょっとだけ下がったところで少しだけ2万円ぐらいしかプラスにならなかったからね。うん。まあでも任天堂株だってね、もう今5万円に迫る勢いなんだよ。僕が買った時150万円だったけど、500万に迫る勢いなの。うん。だからね、とにかくもう一喜一憂、値動きほったらかしとけと。僕は任天堂を信じてるわけじゃん。あの頃どん底に落ちていた 3DS 1万円値下げした頃の任天堂、僕は任天堂のポテンシャルをその時でもこのまま落ちる会社じゃないと思ったわけ。広い視野で見れば絶対にこれから何かがあるからって言って、あそこで自分の割と全財産に近い150万入れたんだから、それが今正しくて、しかもそれでも一喜一憂って言っても100はずっと握りしめてたんだよね。100はね。だから
もう今ずっとだから350万、あとはこれをいつ利確するかっていう、この350万をいつ収益に、自分のね利益に乗せるかっていう話だけだから、本当はもう売りたいよ。だけど株主総会いけないし、そうすると、あと税金がさ300万に対してだってまあ60万かかるわけ。60万払いたくないじゃん。なんで税金僕は60万も払わなきゃいけねえんだよ。だったらね、もう一個 大博打勝負して、その300万をかけた大勝負をして、もうゼロになったら税金もゼロになるじゃん、利確した時点で。それでその300万1000万にできたら、もうその1000万に対しては200万ぐらい払っちゃえっていう、そういう考え方だから、またいつかね、あの木が熟したらですね、いつでも僕は木を伺ってるから。任天堂と、あとはまあ DNA はもう今年の初めにNISAに振り替えたから、あれが2倍になろうが僕はもう無税だからねっていうところですね。あのマリオラビットね、まだ全然序盤だけど、やっぱ UBI ってもしかしたらかつてのね UBI と全然違うんだなっていうのが分かっちゃった。かなりこれ力入れて作ってるなと。マリオラビッツやった方がいいよ。まだ僕全然やってないんだよ。なんでかっつうと、マリオに対するけじめを1個つけようと思ってさ。僕はマリオラビッツをやって、マリオの変な操作になれる前に、マリオオデッセイ様に対してね、一つのけじめをつけるために、まあちょっとしたネタバレだけど、一番最後にすっごい面があるの、マリオオデッセイっていうのは、もうド S もいいところの開発者が、最後に、そのガチマニアに対する挑戦状みたいにして作ったね、ありえない鬼畜コースがあるんですよ。まあマリオオデッセイの突き詰めたところまで行くとさ、そこを僕はクリアしたんだよ。何時間かかけて。これがね、もうマリオオデッセイとのやっぱ最後のさ、果たし合いだなと思って、2回ぐらいその前にくじけてんの。クソふざけんな、こんなのもうやってられかよと思って投げてんので、また別のとこでムーンでも探しに行こうと言って、でもう一回じゃあそろそろできるかなと思って、もう一回やったらまたその先でまたつまずいて、あふざけんなよ、何これバカなコース作ってんじゃねえ、クソがと思ってまた投げたんだけど、最後に。でも僕はこれからラビッツマリオやってしまうと、こっちの操作になれたあまり、もうこのマリオオデッセイのこの今自在に動ける状態っていうのは今しかないの。僕の人生でね、今しかないから、これやっぱりね、この前にやるしかない、心にどっかつかかってたの。僕はこの先行きたいんだと。でギリギリのところでなんとかねクリアしてね、ライフ1でクリアして、いやー感動したっつうか、もうやりきった感だね。あれはほんと難しいから、みんなやってみろよ。あそこクリアしてこそマリオオデッセイをやりきったって感じだよ。まあもちろんまだね取ってないマウンはいくつかあるけど、そこら辺は作業じゃん。だけどあの最後の挑戦っていうのは、まあ言ってみればね、その開発チームの中にいる誰かド S 野郎のね挑戦なんだよ。それはもうやってやろうと思ってさ、だってゼルダの伝説のブレス・オブ・ザ・ワイルドのね、あの追加コンテンツもそういう要素が最後出てきたんだけど、あれをふざけんなと思ったわけ。もう忘れたよ操作なんてっていう。しかもこれストーリー見たいのに見せろっていうさ、だからもう行ったの。なんとかギリギリでクリアできたからさ。一番最悪なのは、いっぱい死亡ポイントが、即死ポイントが、もう多分最後まで行くまでに即死ポイントがね20個以上あるのね。20個30個あるかな、即死ポイントが。なのに中間ポイントが一切ないんだよ。で例えばまあ10分15分かけてさ、最後の即死ポイントで死んだら、またここからやり直しでまた即死ポイント何個も何個もやってさ、で途中でも死んじゃったりとか、もうかなりマスターしておかないと無理なんだよ。あれ相当鬼畜だよ。あればっかりは僕ね、マリオデッセイちょっとね認めらんないけど、まあやるしかねえなと思って。だって一応僕去年のベストワンのゲームはマリオデッセイ、ゼルダのブレスオブザイルド、どっちかね悩みに悩んだ末にマリオオデッセイにしたわけ。やっぱりその敷居の広さとさ、完成度と、まあいろいろね考慮した結果ね、マリオデだなと思ったんだよ。ポケモリ見せろってさ、さっきからしつこくやってるやつ、これ一人だろ。なんでポケモリ見せなきゃいけないの。もう飽きたよ、はっきり言って飽きたよ。惰性でやってるよ。なんかでもこの前怖かったのが、エレキコミックのやついさんがね、僕のお花畑にね、金のウィンター蝶々だっけ、なんだっけ、あれを4匹も急に入れてきてくれたんだよ。めちゃくちゃ貴重な蝶々なの、一番レアなやつ。それを突然僕のお花畑に入ってきてね、4つも連続で、もうこうなったら怖いでしょ、そんな貴重なものを。だから僕ね、即やついさんのお花畑に帰って、その4つの蝶々におまけでね、他の蝶々も全部つけてね、もうびっくりして、だってあれ絶対なんか後からなんか言われそうだなと思って、怖い怖いと思って、もうレベル62だけどもうやることないんだよ。もうここら辺も大体マックスだから、この
オブジェもだいたいこうやってマックスで作り切ってて、あとはもうレベル上げていくだけで、僕もねもちろんこのソフトがもうちょっとやばいんじゃないかなっていうのは、最初のガーデニングのアップデートの時に気づいちゃったの。これひょっとして動物の森チームの無能な部分が見え隠れしてきたぞと。最初見た時はこのままアップデートを続けながらうまくね、そのバランス取りながらね、課金を誘発しながら長く続けていけば、クリエイターをの心を揺するような要素をつけつつ、だけどやっぱガーデニングが最初の大型アップデートとして出てきた時にやっぱ雲行き怪しくなったよな。それでやっぱり僕がね話を聞きに行ったのは岡本良樹さんなわけ。かつてカプコンにいて、まあストリートファイターと2とかバイオハザードとか作って、でカプコンの偉いところからいろんなね後輩たちを育て上げて、しかもカプコンを離脱してからゲームリパブリックっていうですね、エブリパーティーとか、あと変なボードゲームとか出したりして、全然売れずに、ゲンジ、Xbox でゲンジとかいうの出したりとか、全然売れずにどん底の借金背負いまくって、逃げたわけ。何百人規模の会社なのに。で、3年間潜伏して、モンスターストライクでミクシーと一気に行った、あの岡本良樹さん。その岡本良樹さんの出てるね、黒川塾っていうイベントがあったんで、また行ってきたんだよ。で、終わってからね、まあその内容も結構ひどいっつうか、これ SNS 絶対禁止だぞって言ってるところの発言がすごいやばかったんだけど、で終わってからね、やっぱそういう岡ちゃんはプロじゃん、ソーシャルゲームを見る、そういう岡本良樹さんに一つだけ聞きたいんですって言ってね、最後ピザ食いながら、動物の森ポケットキャンプがこれからねなんとか立て直すにはどうしたらいいと思いますかって言ったの、聞いたの。したら答えね、 100% 無理だって100% 無理です、動物の森ポケットキャンプがこの先こうやって立て直していくのは。僕はだからなんて言ったと思う？ですよねーって僕はですよねーって言いましたやっぱりプロの目はね分かってるよ。でなんでかって言ったら、やっぱりその課金を任天堂はやっぱ絞って、課金した人と課金してない人の課金したアドバンテージはそこまで強くない。みんな平等にマグロが釣れちゃう、いきなりマグロが釣れちゃうとかさ、やっぱ課金を広く薄くっていう意識が結構強かったりとか、まあゲーム性の部分でも岡本良樹さんはね結構えげつないほどに、課金したやつはめちゃくちゃ強くしろと、チートみたいなぐらい強くていいで、課金した人にとにかく気持ちよくさせろとっていう風にね強く主張するタイプだったので、それで実際問題さ、モンストは僕やってないから分からんけど、もう最近全然やってないから分からんけど、まあ、ある程度新キャラが出たらそれがまあ無双できる状態を作りつつ、その無双が過ぎてもその素材自体はゴミにならずにある程度使い続けて後でパワーアップできるようにするみたいな仕組みをしっかり作ってるわけなんでしょ、モンスターストライクって。結局そうなんだよね、やっぱり今まで積み上げてきたそういう、まあ、パズドラから派生していったさ、あのソーシャルゲーム、まあそれだけじゃん。今任天堂で成功してるのはそのパズドラ系のファイアエンブレムヒーローズだけでしょ。ガチャ課金でガチャでやってから新たなそういういろんな仕掛けを追加して儲けるっていう。だからちょっと動物の森ポケットキャンプは確かにねチャレンジングなゲームではあったんだけど、これをやっぱ長く運営続けるには相当のね繊細ななんか手腕が必要だと思うよ。で岡本良樹さんは多分任天堂がそういう課金を許さないで DNA が苦労してるみたいなことでしたけど、まあ、詳しいことは分かんないけど、僕はこれ普通の動物の森チームが作ってるような気がしてんの。スイッチ版も作ってるのかもしれんけど、まあ動物の森チームって言ってもいろんなの作ってきたじゃん。アミーボフェスティバルとかハッピーホームデザイナーとか、あの辺のチームって僕はそこまで強くね信じてないんだよ。そこまで結構クソゲーム作り続けてきたしさ、街へ行こうよ動物の森、ウィースピークを対応した、そういう意味でやっぱり1年間伸ばしたっていうのもろくでもない最初のコンセプトが出ちゃったから、それをなんとかなんとか形にして出てきたのがポケットキャンプなんだよ。多分任天堂のソフト側は任天堂が制御してると思うんだけど、岡本良樹さんはなんか DNA がやってるけど、任天堂のその課金するなって圧力が強すぎてうまくできなかったって思ってるらしいけど、多分違うよな。任天堂の動物の森チームだよねこれ、わかんないけどね。うん、だからそう、僕もそう思う。スイッチ版と連携した時に、連携もし出るんだったらワンチャンあるかもしんないけど、それまで続けられんのかね運営が、ちょっと厳しいかもしんないよね。あ、じゃあ生姜焼き定食っていただけますか。
ママさん、すみません、なんか長くちょっと、またここでも、ここフィレンツェでもね、西日暮里から徒歩1分のフィレンツェでもね、またイベントっつうか、ママさんの強い希望でゲーム会とかやりたいなと思うんで、ゲーム会か、また飲み会みたいなやつとかね、やりたいなと思ってますんでね、そういう時は皆さんぜひ来てくださいね。モンハンがちょっと買えないんだよ。ワールドやりたいけどさ、モンハンワールドやりたいけど、今やりたいゲームが多すぎてさ、やりたいゲームとやりたいことと、あと自分の何かこういうアウトプットの手段とか、いろいろ、あとはなんかいろんな人にも会いたい、会いたいっていうのが最近結構いろんな人に会ってるから、やっぱなんだかんだ会うっていうの大事だなと思って、人に会うっていう、まあ岡本芳樹さんにこうやって会ったのもあるし、大雪の中僕佐藤修法さんに会いに行ったんだぜ。吉祥寺まで吹雪、吹雪いてる中、修法さんがやってるね、ネーム大賞っていうさ、コンテストの審査員会議みたいな、そこでもちょっとさ、結構話したのが、仮面凸っていうですね、もともと僕たちと同じようなクズ漫画家で、結構下水漫画とかいっぱい書いてた仮面凸っていうやつがいるんだけど、仮面かぶった漫画家で、同じカタカナ5文字でさ、シンパシーを感じてた、あの仮面凸がさ、ルポ漫画とか書いてた、最近急にですね、小熊のケーキ屋さんっていうね、ツイッターですごい可愛い漫画を書き出したの。そしたらそれが急になんか何十万 RT とか、なんでかわかんないんだよそれ。え、なんでこれがって思ったの。仮面凸の漫画、小熊のケーキ屋さんっていうの、それが一気にもう行っちゃって、今までのそのゲス、僕たちみたいな底辺クズと絡んでた、この前だってラブサミの似顔絵とかにも来てくれた仮面凸なんだけど、もう急にさ、小熊のケーキ屋さんのすごいね、このぼのとしたいい漫画が描くね、いい漫画家ですよっていう顔をし始めたから、なんなんだよあれって思っていろいろ言ったら、あれはなんかラッキーパンチだったらしい。自分でも、自分みたいなねゲス野郎が急にこんなほのぼの漫画描いたらどうなんだろうなってワクワクしながら描いたら、思った以上にドワーンと言っちゃったから、なんだなんだってわけも分からず今その続編を描き続けて仮面凸、いやあれはよくやったよな。でも小熊のケーキ屋さんちょっと見てみ、でもそこまでブレイクするほどの漫画ではないとは、僕もちろんいろんな細かいで話をすればするほど、やっぱそのまあマーケットリサーチというか、いろんな細かいね、その絶妙な考えに基づいて作られたものであることは確かなんだけど、でもあれは仮面凸が書かなければここまでの爆発力は絶対僕なかったと思ってんの。例えば知らん、まあ僕がなんなら小熊のケーキ屋さん全く同じものを書いてもどうだろうね、多分ぶったたかれて終わるんじゃねえかな、お前何やってんだってぶったたかれて終わるぐらいの感じだと思うんだよね。とりあえず小熊のケーキ屋さん当たって今儲かるじゃん。でも最終的に何がしたいかって言ったら、漫画を描きたいって言った。自分の好きな漫画を描くためにね、それかっこよかったな。僕だったら絶対言えないね、他のことやりたいし。そこはやっぱ仮面凸漫画家だなと思ったね。いや僕もう漫画に対してそこまでのねモチベーションがないんだよ、残念なことに。こんなこと言いたくないけどさ、だって描くの疲れるんだもんこれクズだよな、これクズ発言だね。書くの疲れる割に見る人少ないんだもん、 YouTube とかよりも。だけど僕も書き続けたい気持ちはあるよ、仮面凸と一緒でさ。それだけは忘れないでみんな。やっぱり僕は漫画一応さ、高校出てから書き続けてきてて、まだ一応その日は消えてないの、本当に小さい日だけどさ、この日は消さないんだよ。やっぱりなんだかんだその続けてきたことによる蓄積みたいのがあるから、僕のね脳内だけだけど、僕が死んだらねやっぱ書けないじゃん、同じものは、全く同じものはさ。やっぱり僕もルポ漫画っていうか、そのまあテム店長のところでやらせてもらってるさ、ピョコタンの漫画レポートの火は消したくないんだよね。なのに3ヶ月休んでしまったっていう、テム店長だってすごいいい条件をさ提示して、まあ自分で提示したんだけどさ、出してくれて自由にやらせてくれてるのに、でも3ヶ月停止してしまった。その間何をやってたかっていうと、仮想通貨を調べてね、銭ゲバのように、目を銭ゲバのようにしてさ、ただただ仮想通貨の勉強してただけなんだけど、一層、より一層、漫画を描くっていうことは、オッズに合わない行為になってくるよ。でも仮面凸みたいな、こうやって小熊のケーキ屋さんみたいな爆発は、やっぱあのやり方は夢があるよな。
まあ、亀井本本人にもとその法文社の編集者がいる前で僕は言ってのけてやったんだけど、これ漫画タイムに国間のケーキ屋さんっていう風に連載出したらここまでのブレイク絶対なかったですよねって言っちゃった、言っちゃったから、そしたらですねってこの二人の前で言うってすごいでしょ。だからもうそういう漫画雑誌に連載するっていうのは初動として悪いこととは言わない、もちろんそういうところからこうバーって出る例もあるんだけどさ、なんかやっぱだから僕は仮面凸のやり方は割と近いところがあるんじゃないかなと思ってるけどね。でもやっぱ雨つか大雪の中ね、あの吉祥寺に会いに行った人、なんかそういうネーム大賞界隈の人たちで、あともう一人僕がすごく気になったのはね、今回大賞を取ったんだけど、これ絶対プロの人だろうと思ってたの。プロの人が今まで書き溜めたネームをねと全部まとめて出したんだろうと思ったぐらい、最終作品の10作品の中にその人の作品が3本もあるんだよ。いやープロがねこれ賞金目当てでね昔の作品出してきたなと思ったら、なんとそれがまだデビューしてないっつうか漫画描き始めて1年の人で、その1年間に描き上げた10作品を全部出してきたんだって。これ考えたらね、僕もうこの人末恐ろしいなっていうか、もう絶対このクオリティの漫画を1年間で10本出せる人間だったら間違いなくどっかで絶対に何か結果を出すから、虎太郎って人なんだけど、なんか覚えといた方がいいと思うよ。この虎太郎の2人に今からヘコヘコしようと思ったもん。あ、じゃあ僕も今からヘコヘコしてちょっとおこぼれでもいただこうかなって思ったね。いや嘘だよそれは、それは嘘だけど、いやすごいなと、いや間違いなくもうプロなんだと思ったの。ずるいな、プロが金取りに来ててと思ってたぐらい完成度の高いネームだったの。群を抜いて、だって何百300、400近くあるネームの中からさ、最終10選の中に3本も入ってるっていうのはそれを物語ってるでしょ。その中でダントツ1を1個取ってるわけ。虎太郎さんの僕が一番評価してるのはヒューストンっていうやつなんだけど、やっぱそういうね超才能がねネーム大賞から巣立っていくパターンってね結構多いんだよね。これそれもこれも周邦さんがそのポケットマネーっつうか、まあ、ある意味漫画オンウェブのあの会社だって周邦さんのポケットマネーがなければ成り立たないような会社なわけよ。そうやってさ、なんなら漫画界にめちゃ貢献してるじゃん。あんだけ憎まれ口を叩いてね、みんなから嫌われてさ佐藤周邦さん、小学館と喧嘩して講談社と喧嘩してフジテレビと喧嘩してアマゾンにも喧嘩して、こんなみんなからね喧嘩しまくってる周邦さんだけど、やっぱり漫画界のこと考えてんだなっていう、当たり前なんだけどちゃんと僕はそれ知ってっから、だからこそねやっぱ世の中の評判とかって当てにならんよっていうのも言いたいね。僕は周邦さんと接してさ、確かにねイカれてるところとかねじ曲がってるところもねどこかしらあると思いますけど、実際面と向かって接した周邦さんはやっぱ正義だねって思っちゃうね。結果事実としてこれだけの仮面凸だって、なんならネーム大賞で僕初めて知ったぐらい全く無名の時からネーム大賞応募してたんだから、うん、他にもいっぱいいるし、そういう人、そういう人にやっぱ会う機会なんてそんなに多くはないじゃん人生の中でもさ。だったら行こうと思ったっていう強い気持ちがあったから、あのクソ大雪の中さ、一番大雪のピークの時にもう大変な思いをして中央線でもうぎゅうぎゅうで30分遅れとかの中央線でさ吉祥寺まで行ったけど、それ行ってよかったなって思えたからね。まあ 2,3 時間しかいられなかったけど、周邦さんとはそんな喋ってないけど、敵に回したら怖そうだな。僕のこと周邦さんもこうやってさ、ちょっとでもうっかり発言で悪いこと言っちゃったらさ訴えてくんじゃねえだろうな。いや絶対ない、絶対ないでしょ周邦さんが僕を訴えることなんて、うん、いやわかんないけどね、僕はそんだけのことをしたら訴えるけど、今の発言だけで訴えられるようなことはしてないから大丈夫です。次もねネーム大賞のね、まあできる限りね審査員やれるもんなら僕はいつでもずっとやりたいと思ってるし、今のところ周邦さんのやってることは僕は正しいと思ってるね。なんだかんだアマゾン訴えることなんで容易じゃないよ。出版社ですらビビって何もことを起こしてないのに、なんで周邦さん個人でさ、まあ漫画オンウェブの会社が佐藤漫画製作所としてだけど訴えてんだよ。それもこれもね、これからアマゾンの独裁政治が始まってある程度シェアを獲得すると、まあ、世の中っていうのはどん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 絞る搾取に入ってくるわけ。今アマゾンこんだけ電子書籍でさトップシェアをもう取っちゃったじゃん。そうするとどん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 ねこういう作家に対してのね無茶を強いてくるわけよ。
パーセンテージ変更、 YouTube だって見てみろよ。もう底辺 YouTuber、 やっぱりさ、言った通り僕たちが底辺だったじゃん。僕たちが YouTube 界の底辺 YouTuber 会議ってさ、今年の頭にやったでしょ、1月5日に。その後に、登録者数はね、1000人以下は収益化ゼロ、あとは年間で4000時間再生されてない人は収益化ゼロ、うん、やっぱり僕たちが底辺だったんだよ。あの頃はまだその下にも、でもさ、職業として YouTuber として考えた時に、稼いでなければ職業とは言えないよね。まあ芸人とか漫画家でもね、名乗ってるだけで大して稼いでないさ、僕みたいなやつもいるんだけど、でも僕稼いでるから大丈夫だから。なんかさっきからね、あの主張がね、食い違うことを、自分の発言に対しての矛盾に対して自分でフォローしていくっていう話が進まないパターンになってるけどでもあれ、切り捨てはね、 Google、 YouTube の独裁が始まったっていうのが強くわかるね、事件ですね、うん、でもその YouTube の収益化システムを使ってズルして何回も何回もいたちごっこ追いかけっこしてる悪いやつがさ、どん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 こう手を変え品を変えさ、収益化してくるやついるじゃん。そういうやつからに金をあげないっていう強い決意でああいうことしてるんでしょ。だから僕たちにとってはね、まあ僕とかこの辺だったら別にその条件に引っかからないわけだから別にいいとは思うんだけど、だってそういうやつのためにそういう仕組みを厳しくしてるわけだから、今のところはね。だから別に皆さんが言うほどね、あの利益下がってないし、今年も割とこうスタートを切れたからね、僕たち底辺にしてみてるわ。去年も本当平均したらね、月15万円 YouTube 様からいただいてるから、それのおかげでなんか割と適当に生きてられるようなもんだからさ、うん、ありがたいことですよ。あ、ちなみにね、あれ皆さん、ニコ生主2月1日にね、一気に潤うから。ニコ生主、今まではさ、社会の底辺としてね、みんなからお金恵んでもらったり支援頼みますとか言ってヘコヘコしてたでしょ。それが2月1日クリエイター奨励プログラム10月分が利益としてニコニコポイントとして入ります。それはすぐに現金に変換できる。つまりあのあたりにいきなり何十万、下手したら100万単位で入ってくるからね、ニコ生主全員に。あのあたり財布の紐緩むから、あいつらをね、騙してやろうと思ってる人、2月1日がね、 X デーだよ。野田総理とかで80万とか言ってなかった。そうやって口座に残高が増えると財布の紐も頭も緩くなっちゃうから、だからこれはね、忘れないで。横山みどりとかもさ、あんなにさ、もう150万円なんて払えないですよとか言って、で同情を誘ってね、オープンレックに誘導したりしてたけど、ありがとうございます。じゃあいただきます。ありがとうございます。飽きちゃった。いやー、生姜焼き定食来たからね。じゃあもうこんなにギリギリのところに乗せてくれて、結構これちょっとした罠だけど、ママさんの危なかった。なんか2月1日 X デーってことは覚えておいてください。2月1日の時点で、自分のニコニコポイントの口座に一気にね、まあ、100万円とか入る生主が大量にいます。特に10月なんて、まあ、ネルさんとかだって相当入ると思うよ。最近はちょっと減ったとか言ってる説もあるんだけど、でもそんなでもないから、うん、なんだかんだそこそこ。一回僕が配信して、例えば2000人来場者でコメント2000とかでも5000円ぐらい入ったりするから、それよりも上のやつでもなんて相当入ってるはずなんだよ。うん、まあ他のやついろいろし、その示し合わさないと何とも言えないけどさ。だから2月1日、これからは3月1日、4月1日あたりは生主のね、懐が緩くなるチャンスだよ。うん、サイドビジネス考えてる人、あいつら頭の緩いやつも多いから、まあ僕なんかもね、今狙ってるから、あいつら騙せば、すぐにお金出すんじゃないかなと思って。嘘だよ。まあでも、もともとお金出せなかったやつがお金出すっていうことは、いいことでしょ？うん。って思ってます。じゃあ、生姜焼き定食食べて帰りますんで。どうもありがとうございました。